福知山線。福知山線は、兵庫県尼崎市の尼崎駅から、京都府福知山市の福知山駅に至る、西日本旅客鉄道、JR 西日本の鉄道路線、幹線である。なお本校では正式な路線名を示す場合を除いて、東海道本線の内大阪駅から、京都方面は、JR 京都線、尼崎駅から、 三宮方面については JR 神戸線の愛称で記述する。大阪と北近畿、さらに山陰地方とを結ぶルートの一つである。大阪駅宝塚駅間では、阪急宝塚線の梅田駅宝塚駅間と、大阪駅伊丹駅間では、阪急神戸線、阪急伊丹線の梅田駅伊丹駅間と、競合している。 東海道本線の大阪駅山ヶ崎駅間を含む大阪駅市の山口駅間はアーバンネットワークの路線の一つとなっており JR 宝塚線、JR 宝塚線の愛称が付けられている。阪急電鉄にも宝塚線があるため、混道を避けるために愛称に JR が付いている。 JR 西日本が1987年8月に大阪駅から新美田駅間の愛称を公募したところ北阪神線が1位であったが JR 宝塚線が採用された。また、愛称の区間も地元自治体の要望により大阪駅市の山口駅間に変更されている。ラインカラーはこうであり、選定理由はこれからの新しい開発エリアを示す生き生きとした イメージとされている。路線記号は G。甘がさ駅から新三田駅間は、近畿統括本部が、新三田駅、構内を除く福知山駅間は、福知山支社が管轄している。大阪駅や長崎駅、谷川駅間は、旅客営業規則の定める、大都市近郊区間の大阪近郊区間含まれており、大阪駅市の山口駅間は、IC 乗車カード、 愛家のエリアに含まれている。路線は、篠山口駅を境に、南側の都市近郊路線と、北側の地方幹線とに雰囲気が分かれ、日中は普通列車の運転系統も分離されている。市の山口駅以南は、複線、以北は単線である。単線区間の各駅すべてで、列車交換が可能で、一線スルー化されている。複線区間では、塚口駅、 川西池田駅、宝塚駅、新三田駅、広野駅で列車の退避が可能ある。1986年10月31日まで、客車普通列車が運行されていたが、同年11月1日の宝塚駅から、新三田駅間の伏線電化を機に、沿線住宅開発の進展と、JR 東西線の開業などにより、新型車両が行き交う通勤路線となっている。また、 川西池田駅西の宮内尾駅間、三田駅丹波大線駅間、柏原駅福知山駅間は国道176号とほぼ並行している。福知山線は天ヶ崎駅が起点だが、天ヶ崎駅を発着する全列車が天ヶ崎駅を越えて大阪方面、または JR 東西線を経由し片町線、学研都市線に乗り入れている。福知山駅からは 特急列車が、山陰本線、京都丹後鉄道偶複線に直通している。普通列車、快速列車を含むは、日中は、篠山口駅で、運転系統が分かれており、大阪駅、福知山駅間を直通する列車は、朝晩のみである。2015年3月14日、ダイヤ改正時点での運行外況は次の通り、朝ラッシュ時間帯の天川崎方面駅は、 大阪駅の快速、JR 京都線直通の普通、JR 東西線、学研都市線直通の快速、普通が頻発する。普通列車は、かつては、JR 京都線直通と、JR 東西線直通が1、1の割合であったが、現在は JR 東西線直通の方が多く、設定されている。天ヶ崎駅で、JR 神戸線からの普通列車に接続する。 北、近畿ビッグ X ネットワークの一角、X の左斜め下の部分が、福知山線としての機能があり、特急、河野鳥が、おおよそ1時間に1本で1日14、往復運転されている。停車駅は、大阪駅、尼崎駅、宝塚駅、西宮奈潮駅、三田駅、新三田駅、愛、野駅、篠山口駅、谷川駅、柏原駅、黒井駅、 福知山駅で、内の駅には一部の列車が停車する。大阪から福知山市、豊岡市などの丹波、田島地方の各市町や木の崎温泉などの観光地への足として、木の崎温泉駅発着列車などもある。現在は主に3両4両編成で運転されるが、多客時には7両へ、編成増強されることもある。平日朝晩の特急列車では、 大阪駅市の山口駅間で通勤需要があるため、に往復は通年7両で運転されている。河野鳥のうち一部列車が多客機のみ、京都単語鉄道2015年3月までは北近畿単語鉄道天野橋立駅へ延長運転を実施していた。快速列車は大阪駅発着系統と天ヶ崎駅から JR 東西線。 学研都市線に直通する系統が運転されている。2000年3月11日のダイヤ改正より、登場した、丹波寺快速は全車に当たる。快速と丹波路快速の停車駅は同じで、天ヶ崎駅三田駅間で、天ヶ崎駅、伊丹駅、川西池田駅、中山寺駅、宝塚駅、塚駅西宮奈潮駅、三田駅に停車し、三田駅福知山駅間は各駅に停車する。 JR 東西線、学研都市線直通系統には、日中に、塚口駅で折り返す系統が運転されているが、この列車で、学研都市線内でも、区間快速として運転する列車は、道路線内でも、区間快速として運転されている。なお、折り返し系統以外の列車は、塚口駅は通過する。車両は、223系、225系電車が、 大阪駅発着の列車に限って使用されており、207系、321系電車は7両編成で、大阪駅発着、JR 東西線直通の宝塚駅、新三田駅、篠山口駅発着列車に使用されている。快速列車は、日本国有鉄道、国鉄時代は1日に数本程度運転されるだけで、あった。 国鉄末期の1983年頃のダイヤでは、大阪駅市の山口駅間に、天ヶ崎駅、伊丹駅、宝塚駅、武田駅、三田駅、広野駅、小屋駅、古市駅を停車駅とする機動車による快速列車が1日に往復のみ設定されていたが、快速列車は後に各駅停車となる区間が、三田駅市の山口駅間。 宝塚駅篠山口駅間と次第に伸びて、停車駅が増加していき、1986年11月1日の全線電化で全列車が電車に統一されたことによって、普通列車のスピードアップが図られたため、最終的に廃止された。快速が多数運転されるようになったのは民営化後の1989年3月11日のダイヤ改正からで、当時の停車駅は、 天ヶ崎駅、伊丹駅、川西池田駅、宝塚駅と三田駅以の各駅で、国鉄時代とは異なる停車駅で設定されていた。1997年3月8日改正では、広野駅、乱本駅、草野駅、古市駅、南八代駅を通過する、速発タイプの快速が設定され、大阪発市の山口駅で毎日夕方に4本、1時間に1本、運転されていた。 この速達快速は207軽電車を使用して運転が開始されたが2003年12月1日のダイヤ改正で廃止された。一部の列車を除き運行区間内の各駅に停車する。普通の大半が JR 京都線と直通しており、京都駅、高槻駅大阪駅から新三田駅間で運転されている。新三田駅、の山口駅。 福知山駅間は前日の快速が各駅停車としての役割を担っている。始発、最終を含む朝晩を除き、川西池田駅で快速との緩急接続を行う。天ヶ崎駅では一部列車を除き JR 神戸線、JR 東西線間直通の普通と同一ホームで接続をとっている。朝ラッシュ時は塚口始発で JR 東西線に直通する系統が、 設定されている。日中は大阪駅から新三田駅間で1時間に4本運転されている。2002年10月5日のダイヤ改正前は、日中以降は高槻発、京都駅との組み合わせであったが、この改正で15分間隔運転時間帯は高槻駅発着に統一された。土曜、休日ダイヤでは朝に京都駅発着の列車が運転されているほか。 夜の20分間隔運転時間帯が21時から始まる。夜19時台には、篠山口発高月駅が一本運転されていたが、2018年3月17日のダイヤ改正により廃止された。朝晩には JR 東西線、学研都市線に直通する列車も設定されている。JR 東西線、学研都市線との直通列車は時間帯によって、上りは、 浜ヶ崎駅で、下りは、京橋駅で、区間快速に種別変更を行う列車もある。土休日朝には、学研都市線、木図経由の奈良発宝塚駅、京橋駅まで区間快速が一本ある。JR 京都線に直通しない、大阪駅発着の普通も、朝や深夜時間帯に運転されている。この列車は、浜崎駅大阪駅間で、外側線を走行し、 塚本駅は通過、土曜、休日夜の大阪駅一本は除くする。車両は、ほとんどが207系、321系の7両、編成であり、大阪発着列車に、限り223系、225系も充当される。JR 東西線開業前は、大阪駅発着の列車が主体で、朝ラッシュ時のみ新大阪駅とすいた発の設定があった。 また昼までも113系や117系も普通列車に充当されていた。JR 東西線が開業した1997年3月8日に、吹田発は高月発に変更された。同年8月31日まで全ての普通が塚本駅を通過していた大阪駅山ヶ崎駅間は外側線を走行していたことなどが理由。現在も朝の大阪駅発着は、 外側線を走行しているが、翌9月1日からは、甘崎駅発着だった JR 京都線の普通と、東路線の JR 東西線直通ではない普通を、統合して、京都、高槻方面から新三田方面直通としたため、前述の一部列車を除き、塚本駅にも停車するようになった。篠山口駅、福知山駅間では、日中に、 タンバロ快速に接続する普通が運転されている。主に2 2 3系5 5 0 0番台の2両編成でワンマン運転を行い、1時間に1本程度運転されている。この区間では最大6両編成が乗り入れ可能で、朝晩は車掌が乗務している列車がほとんどであり、2両編成でも車掌が乗務している列車もある。2014年3月15日の改正で、 大阪発22時代の丹波路快速が、福知山駅から篠山口駅に見直されたことに、伴い、篠山口発令時代の普通福知山駅が設定されたが、2018年3月17日のダイヤ改正で廃止された。国鉄から JR となって、以降は、冬のカニのシーズンを迎える11月から3月に、かけて、臨時特急、味めぐり北近畿。 1998年以前、カニカニ北近畿、1999年以降が運転されていた。コウノ取りの項目も参照。現在は臨時列車の運転はなく、定期列車における車両増結で対応している。国鉄時代から、篠山の祭礼に合わせた臨時快速、出干書祭り号などが多く設定されていたが、現在は定期列車の充実もあって、 臨時列車の設定は、ほぼなくなっている。現在は、毎年3月に行われている朝日放送主催の、篠山 ABC マラソン大会に合わせた、大阪発篠山口駅臨時快速、篠山 ABC マラソン号が1本設定される、程度となっている。篠山 ABC マラソン号の停車駅は、新三田駅までは、通常の快速と同一であるが、 新三田駅市の山口駅間の各駅は、急速立快速が停車していたい、の駅も含めて、通過としている。沿線には、中山寺などの大きな車地があるため、大晦日深夜から元旦にかけて、福知山線では、天ヶ崎駅宝塚駅間、運転区間は、学研都市線市場な宛駅、JR 東西線宝塚駅間において普通のみ、約30から0分間隔で、 終夜運転が実施されている。なお、かつては、宝塚駅から新三田駅間でも、終夜運転が行われたが、2011年度以降は、宝塚発新三田行き臨時列車1本のみの運転となり、後臨時列車の運転も取りやめられた。大阪駅市の山口駅間では、平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで、 207系の大阪側から3両目及び321系では5号車に女性専用車が設定されている。乗車位置には女性専用車の案内が表示されている。なお、ダイヤが乱れた際は女性専用車の設定が解除されることがある。JR 宝塚線では2002年12月2日から女性専用車を導入し、 始発から9時と17時から21時まで設定されていたが、2011年4月18日からは平日、休日にかかわらず、毎日、始発から終電まで女性専用車が設定されるようになった。かつて、福知山線には、大阪駅と舞鶴市や山陰各都市とを結ぶ、幹線として、長距離の優等列車が多数運転されていたが、 国鉄末期の1986年11月1日に、山陰本線木の先駅、現在の木の先温泉駅まで電化されことにより、優等列車は電車化、特急化されて、運転区間は木の先駅まで短縮され、山陰方面への直通列車は夜行を除き、廃止された。その後一時期起動車による直通列車も運転されたが、米子、出雲方面へは、 白疎内線経由が鳥取方面へは後に開業した地図急行経由がメインになり、長距離列車は姿を消した。2004年10月16日に急行、大線が廃止されたことにより、福知山線経由での夜行列車は運転されなくなった。この他に、福知山線では、北近畿単語鉄道、現在の京都単語鉄道へ乗り入れる、文司や、 タンゴエクスプローラーが運転されていたが、2011年3月12日のダイヤ改正によって、福知山線橋の特急はすべて北近畿から解消された、ノ野リに統一された。通勤客向けの座席定員制の列車、ホームライナーとして1988年3月13日から2002年10月4日まで、大阪駅市の山口駅間で北雪ライナーが1位。 往復運転されていた。篠山区地域は夕方に、大阪駅は朝ラッシュ時に運転された。北雪ライナーには183系電車のほか、一時期、大阪駅の未キハ58系、キハ65系機動車による運用もあった。北雪ライナー廃止後は特急、北近畿、現、コウノ野リの増発で代替している。1995年1月17日に発生した。 阪神、淡路大震災では、JR 神戸線が寸断され、迂回ルートで最も重要な線区として、最優先で復旧作業が行われた。福知山線では、川西池田駅中山寺駅間の被害が大きく、地震発生の1月17日には、広野駅福知山駅間が開通し、その後順次運転を再開した。輸送力の確保のため運転開始直後から、 臨時列車が運転され、5時30分から21時まで1時間あたり、1から2本の臨時列車を最大42本運転し、特急、北近畿の増結も行われた。大阪駅を発着としていた特急列車は、東海道新幹線との接続のため3往復を、新大阪駅発着で運転し、このほか、北近畿15号は、福知山駅和大山駅間で、 延長運転し、万端ンン線との接続を改善した。また JR 神戸線が全通した4月1日以降も4月17日まで、新大阪駅延長運転が2往復、和田山駅延長運転が行われた。貨物列車の迂回運転も行われた。福知山線や三陰本線の和田山駅、小山駅間で、貨物列車が運転されていなかったため貨物列車を毎日運転するには、 問題があり、乗務員の要請や設備の一部改良の必要性があったが、福知山線、山陰本線、白蘇内線を経由して2月11日から、迂回運転が開始された。貨物列車が運転されていなかった区間の、迂回貨物列車の乗務は、JR 西日本が担当した。また、ダイヤ改正に合わせた、新生車両の公主鉄道車両輸送も3月14日から8本。 特大貨物2本が迂回運転された。2011年3月12日以降は全て電車で運転されている。市の山口駅福知山駅間の快速、普通列車は全ての列車が転換クロスシート車用で運転されている。国鉄時代末期の1986年11月1日に全線電化開業をしたが、 1981年4月1日の天ヶ崎駅宝塚駅間電化の際には、103系として、新車の導入がなされたものの、逆に残る宝塚駅福知山駅山陰本線、木の崎、現、木の崎温泉駅間電化の際に、新車は全く導入されず、既存の113系を管理地向けに改造した800番台の導入等でまかなった。 また無縁化以前にはといった蒸気機関車が使用された。1970年から三田市と神戸市北部に位置している神戸三田国際公園都市北設三田ニュータウンの開発が始まり、ニュータウンへの入居が始まった1981年頃から三田市の人口が増加し、特に1987年から1996年まで人口の実質増加率は10年連続で、 日本一を記録した。福知山線では輸送力増強のため、非電化区間であった宝塚駅福知山駅間の電化による全区間電車運転と一部区間の複線化が行われることとなったが、生瀬駅メタ駅の山間部においては、向川渓谷に沿って走っており、複線化が困難であったことから、生瀬駅道場駅間はトンネルの連続する複線の新線に切り替えられ、 1> 約 1.8km 短縮されることになった。まず、1986年8月1日より、新線切り替えと宝塚駅三田駅間の伏線化が行われた。ついで同年10月15日より、三田駅から新三田駅。この時点では、開業前が伏線化され、翌11月1日行われた、国鉄最後のダイヤ改正。 1986年11月1日、国鉄ダイヤ改正から全面的に電車で営業を開始した。同時に、生瀬駅武田尾駅間には、西宮ラジオニュータウンの開発に合わせて、西宮城駅が、三田駅広野駅間には、ウッディータウンの玄関口として新三田駅が開業し、特急、北近畿の運転開始に加え、113系二両編成を、 主体として普通が日中時間帯で1時間あたり3本、大阪駅福知山駅間1本、大阪駅から新三田駅間2本に増発された。民営化後の1989年より快速が運転を開始した、快速の区間は現在と同じく、大阪駅三田駅間のみ。この時点で、日中は特急0から1本、快速2本、普通4本の現在とほぼ変わらないダイヤになった。 1997年には、新三田駅、篠山口駅間の伏線化が完成し、JR 東西線が開業することにより、同線経由で、学研都市線との直通運転が開始された。2009年度1日平均の乗車人員は、宝塚駅が約4万人と福知山線で、最も利用者が多く、次いで、伊藤駅が約2万3千人、川西池田駅が 約2万人である。アーバンネットワーク内でも新見駅以北では利用者数が少なくなり、7駅合計で約1万人に止まる。JR 発足時に1日の運転本数が100本足らずだった福知山線は JR 東西線開業以降は1日360本を超えるダイヤの都市近郊路線へと変化していった。大阪駅。 北新地駅宝塚駅間の利用は、特定区間運賃が適用されるが、電車特定区間に含まれないため、これ以外の区間とまたがって利用すると、幹線運賃が適用され、運賃が高くなるのが特徴である。丹波市は、篠山口駅福知山駅間の単線区間の、複線化を JR 西日本に要望している。また、丹橋は、団体利用への運賃補助を行い、 兵庫県も特急列車の料金補助を行う社会実験を実施していた。そして兵庫県は乗って近づく複線化などと呼びかけている。だが2003年度の1日の乗車人員はこの区間の丹波大前駅から丹波竹田駅までの8駅を合わせても約3600人であり、篠山口駅北では少子化に伴う通学利用の減少やモータリゼーゼンションの浸透もあって、 減少傾向にある。福知山線の発祥は、川辺馬車鉄道が1891年に開業させた天ヶ崎駅、後の天ヶ崎港駅伊丹駅間の馬車鉄道である。後に、摂津鉄道と改称して1893年に、馬車鉄道を蒸気動力の軽便鉄道に改築し、天ヶ崎駅池田駅、現在の川西池田駅間を開業させた。当時の池田駅は、 五福橋西沈め付近にあった。摂津鉄道の路線は、大阪から舞鶴までの鉄道を計画していた、半角鉄道を二条とされ、改め駅した上で、宝塚駅まで開業。以後順次延伸されて、1899年には、福知山南口駅、内田町付近まで開通した。1904年、軍部からの要請で、対ロシア戦略の軍用鉄道として、 マイズル・府までの開通を急がされた福知山駅、綾部駅から新マイズル駅、現在の東マイズル駅間が間接で開通。半角鉄道も現在の福知山駅、天田まで延伸し、福知山駅から新マイズル駅間の対応を受けて、大阪とマイズルを結ぶ鉄道が完成した。半角鉄道は1907年に国有化され、間接区間と合わせて、 半角線と呼ばれていたが、山陰本線の京都駅出雲今市駅、現在の出雲市駅間が1912年に開通したのを起きに、神崎駅、現在の天ヶ崎駅福知山駅間、塚口駅天ヶ崎駅間が、福知山線となった。大阪と山陰方面を結ぶ、阿寒線とされたが、線路改良や電化などの近代化は大幅に遅れた。さらに、 C54 型蒸気機関車や DD54 型ディーゼル機関車が配属され、特急、松風が福知山線経由で1961年から設定されていたが、1972年に新設された特急、浜風に至っては時間短縮を理由に、姫路駅経由となるなど赤ん線として機能しているとは、いい型状況であった。加えて、 普通列車は長らく DD54 型や DD51、軽ディーゼル機関車牽引による休憩客車が使用され続けるなど、車両面での近代化は大きく遅れていた。ただし、大阪駅発着の客車列車に関しては、乗客のデッキからの転落事故などがあり1985年3月のダイヤ改正で自動扉がついた12系客車に置き換えられて近代化された。 設備面では、1970年代後半から近代化が進められた。1979年から1980年にかけて、塚口駅宝塚駅間が順次複線化され、翌1981年に、尼崎駅宝塚駅間の電化が完了。また、1980年代前半までは、腕木式信号機が現存したが、列車集中制御装置、 ctc の導入により姿を消した。だが、設備は近代化された一方で、車両は依然として、休憩車両が主力であったため、新車を相次いで登場させたが、競合相手の阪急には、立ち打ちできず、当然に登場した103系も、当初6両編成であったものが後に4両編成に、減車されている。また、神戸方面へも当時は、神戸電鉄経由、当時は、 北上急行が開業していなかったので、神戸電鉄ありません、鈴蘭台駅、新海地駅経由での所要時間とは大きく差がなかったが、やはり本数は、福知山線の方が相当少なかった。福知山線にとって劇的な変化が起こるのは、宝塚駅から新三田駅間の伏線か、福知山駅までの全線電化が完成した1986年で、ある。それまで山間部を、 向川渓谷に沿って走っていたため伏線化が困難あった生瀬駅道場駅間をトンネルの連続する伏線の新線に切り替えるとともに西宮ラジオ駅を新たに設置また三田駅広野駅間には新興住宅地の玄関として新三田駅を設置したそして国鉄最後のダイヤ改正である1八十六年十一月一日から全面的に電車で営業を開始し 特急、北近畿の運転が開始された。一方、福知山線最初の改良区間でもあった塚口駅、天ヶ崎港駅間の通称天ヶ崎港線が旅客営業を1981年に廃止した後、1984年に完全に廃止された。同線は1898年に東海道本線の天ヶ崎駅への連絡線を設けて、 大阪方面との直通運転を始めてからは、塚口駅山ヶ崎公駅間の貨物主体の盲聴線となっていた。晩年の旅客列車の本数は1日に往復で、混合列車であった。民営会校は、下記の年表を参照のこと。1989年に、大阪国際空港、伊丹空港に近い JR 伊丹駅から、 伊丹空港までの路線を建設する構想として、福知山線分岐線構想が計画された。その後、1995年に発生した阪神・淡路大震災により、航空機での輸送の重要性が改めて認識され、空港へのアクセス整備が必要であることから、阪神・淡路復興計画の中に盛り込まれた。この計画は後に、 兵庫21世紀交通ビジョンの中に盛り込まれている。1995年に、国、兵庫県、大阪府、JR 西日本や伊丹市などから構成される、福知山線分岐線研究会を設置し、事業予測、路線計画、整備手法や採算などについて詳細な調査を行い、2007年に、兵庫県が空港と JR 伊丹駅を結ぶライトレール、 LRT の導入を検討すると発表しており、2010年に事業を完成させるとしていたものの計画は進んでおらず、伊丹市では当面の対策として、市バスを活用した空港アクセスを行っている。駅距離間が比較的長い中山寺駅宝塚駅間に新駅建設案がある。下記以外の駅は JR 西日本の直営駅である。名称などは、 廃止時点のものを楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。